皆さんこんにちは、黒っぱらです。今日は広島市中区にある県庁前バス停に来ています。このバス停から広島市安佐北区にある小河原車庫まで行ってみたいと思います。なお、この12月1日から約1ヶ月間とある実験が行われています。その実験についてまずはご紹介します。広島バスの29号小河原線のうち矢賀経由便は、温品4丁目と広島市中心部の区間のほとんどが、広電バスの2号温品線とほとんど同じ区間を走っています。同じ区間で競合するため、朝夕のラッシュはともかく、日中はどちらも乗客が少なく、お互いが無駄な状態となってしまっていました。そこで温品4丁目と広島市中心部の区間を広電バスに集約し、その集約で浮いたバスはその浮いた時間で小河原車庫と温品4丁目の区間を多めに走ることができます。小河原車庫と温品4丁目の区間のバスが増発できるので、空気輸送による無駄が減るとともに、増発によって便利になるということです。それではまずはその温品4丁目行きの広電バスに乗ってみようと思います。温品4丁目行きは、日中でも1時間あたり3本から4本程度の運行となっています。ご利用いただきましてありがとうございます。このバスは広島駅大須経由温品4丁目行きです。次は立町青空銀行前、立町青空銀行前です。行き切れ席。今全国的にバス運転手が不足しています。大型免許を持っていないバス会社により各種育成制度があります。あなたもバス運転手になりませんか？黒っぱらアイランドも応援しています。温品4丁目に到着しました。この車庫は広電バスの車庫のため、普段は別のバス会社の車両が来ることはありません。温品車庫は拡張工事中でした。今後バスが増えるのでしょうか？おや、こんなところに広島バスが小河原車庫の表示を出しています。早速このバスに乗車します。
Thank you.
これまでより便利になって、これまで以上の利用があればいいなと期待しています。皆様もぜひ路線バスを利用して、路線バスの維持にご協力お願いします。この動画はこれで終わりとなります。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録や高評価もお願いいたします。コメントもいただけると励みになります。ありがとうございました。